皆さんこんにちは、ももはです。はい、今日はすっぴんから始まっております。そういえばね、なんか髪色さ染めだから、このすっぴんのさブリーチの瞬間っていうか、あのハイトーンってさ、マジ漏れないよね。なんかもうドドーンって感じになるよね。はい、まあ今日はね、そういうことを話したかったわけじゃないんですよ。今日はちょっとメイクしながらみんなと一緒に話したいなって思う内容がありまして、みんなは携帯を見た方が悪いと思いますか？それとも見られるようなことをした方が悪いと思いますか？っていうことなんだけども、どういうことって思うじゃん。なんか浮気の原因とかでさ、カップル間でさ、彼女の方が彼氏の携帯を見ちゃって、でなんか彼氏がこう浮気って断言できるような証拠というか、こう異性とわざわざ LINE してるのを見て、なんでこれわざわざ LINE する必要があるのって言って切れてみたいな。あとは、まあ、浮気が発覚するパターンもあると思うんだけど、まあ、みんなはどっち派ですかっていう話なんですよ。まあ、私は、あんま、まあ、携帯見られるのは好きじゃないのね。普通に。シンプルに携帯。なんか、たまにカップルでさ、携帯のパスワード共有してる人いるじゃん。何もやましいことはないから、私は共有するよ、みたいな人。私、あの人たちすごいなって思うんだよね。私も別にやましいことはないの。携帯の中に別に浮気してるとかそういうの一切ないんだけど、なんかさ、なんか嫌じゃない？まあ本当にそれだけなんだけど、なんか嫌だなって感じなの、見られるの。すべてを知られてるってさ、果たしていいのかなって思っちゃうんだよね。でもね、誤解しないでほしいのは、怪しいことをしてたらもうその人が悪いから、それは、携帯見られるようなことした方が悪いと思うんだけど、なんかたまにさ、こう、怪しくもないのに、携帯を毎回チェックするっていう人いるじゃない？なんか別に怪しいわけじゃないんだけど、中は見るよみたいな。でなんか逆に、なんで見んのって聞くと、じゃあやましいことがあるってことっていうの。あれもう結構私はまあどうなんだろうっていうか、まあその人の意見だからまあ別にいいんだけど、なんか息苦しいなって感じちゃうんだよな、それって。だから確かにやましいことはないよ、やましいことはないけどさ、なんかさ、それ毎回私チェックされんのって思っちゃう派の人間なんだよね。で、急になんでこの話をしたかっていうと、この間ね、友達がそれが原因で、まあ彼氏かなんかと揉めて、なんかもうほぼ別れの危機みたいな感じになったっていう話を聞いて、なんかその友達の場合は、こう彼氏が寝落ちかなんかしちゃって、で、その時に、まあ彼氏のパスワード、まあ普段はパスワード共有しないみたいなんだけど、寝落ちした時にね、彼氏の指でこう指紋認証したんだって、バレないようにこっそり。で、それはなんか興味本位でただしたんだって。見てやろうとかじゃなくて、どんな感じなんかなみたいな。で、そしたらその時に会社の女の子となんか LINE みたいなしてて、で、その LINE は別になんか浮気って断言できるような LINE じゃないんだけど、たわいもない会話をしてたんだって。でもそれはうざいよ。たわいもない会話をするのは。だってたわいもない会話をさ、別にさ、パートナー以外の人とする必要ってあんまなくない？家族とか。なんか元々の友達、でもどうなんだろう。元々の友達でもずっと続けるの嫌だっていう人いるよね。私の場合は、私と付き合うより前の友達だったら、別に気にしないんだけど、私と付き合って後に出会った異性の人とのたわいもない LINE は、なんかちょっと、する必要あんのかなって思っちゃう派の人間なんですけど、でも結局彼女はそれが原因で、まあ、それを浮気かどうか分かんなかったけど、何これみたいな感じで問い詰めたんだって。で、そしたら、別に浮気とかでもないのに勝手に人の携帯を覗いてこういうことやってるのってなんか信頼に欠けるんですけどみたいな感じの話になって、めっちゃ揉めたんだって。でもその場合ってさ、どうなんだろうって思うよね。まあ、確かになんとなしなくの気持ちで携帯見られるのも嫌だし、怪しいことしてないのに。なんか、こいつ明らかに怪しいなっていう時ってあるじゃん。こいつなんか怪しくない？みたいな。こいつなんか白くない？今日大丈夫？なんか白くない？なんか、こいつ今日、なんか応答が変だし怪しいなって思ってる時に、携帯覗くじゃないけど、なんか携帯気になって見ちゃうのはまだわかるけど、何もない時に見ていざこざが起こるってどうなんだろうって思う反面、でも男も結局揉めるような内容を携帯に持ってたやんっていう話なのね。でもこれってさ、どっちが悪いって言われてもむずくない？確かに見た方はあれだよ。見た方は、あんま良くなかったかもしれないけど、見て悪かったものを持ってた方もっていうさ、極論さ、みんなさ、
携帯を見ない方がいいよで収まるじゃんこの話って。結局みんな最終的にさ、まあ携帯を見ていいことはないよね、携帯を見たらもう別れる時って思ってた方がいいよで終わるじゃんこの話って。なんか私が知ってるこの話は大体これがクライマックスで終わってるんだけど、え、じゃあさ、携帯になんか怪しいことがあるな、携帯を見たら私たちの関係は終わるなって思いながら生活するのって結構きつくない？私ね、何でもかんでもね、解明にしたい人なのね。いや、でももちろんあれだよ、付き合ってる彼氏の携帯をいつも見るとか、てか人の携帯見ない派だし自分が見られたくないから。でもなんかちょっとこの人今日なんか挙動が変だなとか怪しいなって思ったら私は聞くんですよ。なんか今日嫌なことあったとか、なんか今日いつもと違くないみたいな、私は結構聞いちゃうんだけど、なんかそのさ、携帯をそもそもじゃあ見なければこういうことは起こらないよねっていう話ってさ、それって解決になってんのかなって思っちゃうんだよね。なんかずーっとさ、なんかこの人今日なんか変だな、でも結局理由はわからないな、でもなんか変なんだよな、浮気してんのかな、どうなんだろう、なんか怪しいことあるな、わかんないな、でもこの人の携帯を見たらこの関係が終わってしまいそうだしやめとこうみたいな。え、それってさ正解なの？ね、確かにね、わかるよ、私も携帯見られたくないし見たくないの、相手の携帯を。そういう風になるような関係になったら終わりだなって思ってんの。だってさ、疑いながらさ、お互いがお互いを疑いながらなんか付き合うってなんか不思議な感じじゃない？だって家族がさ、自分の家族が自分のことを裏切ってるかもって思いながらなんか生活してるみたいな感じじゃない？なんか、ごめん、いい例え例浮かばなかったわ今全然。トンチンカンなこと言ったかも、トンチンカンなこと言ったかもしれないけど、なんかそれぐらい私にとっては不思議だなって思うから、みんなの意見が聞きたいなって思う。なんか私は何か相手が怪しいなって思った時に携帯を開いて発覚する分には全然いいんだけど、何も怪しいと思ってないのにふと携帯を見るのはあんまり良くないのかなって思う、私はね。けど最終的に私の結論としては、結局怪しいことしてたお前が悪いやん、だからね、そこは勘違いしないでほしい。結局変なことしてたお前が悪いですやんって私の場合はなるって思います。この話の結論ってさ、マジよくわかんないよね。結局みんなはどうですか？みんなはなんか人の寝息みたいなの聞こえるんだけど、この部屋今私しかいないのに、ねえマジ怖い、やめてほしい。何これ、なんかさ、マンションとかってさ、なんか一瞬、え、何これ怖いってなるけどさ、なんか夏場ってみんな窓開けてるじゃん、だからただ隣の部屋から聞こえてきた音だったりするし、ただなんか上の部屋から聞こえてきた音だったりするのね。でもさ、たまにさ、どこの部屋からでもない時ってない？ごめん、急に急にホラーチックにしちゃったけど、ごめんね、これは全く関係ない話なんだけど、とりあえずみんなはこの動画の解決方法というかみんなの意見を聞きたいです。毎回私のさ動画ってさ、メイク完成せずに終わっちゃうんだよね。どう思う、それその件に関して。それコメント欄でたまに言われるんだよね。いや、メイク終わらへんのかいって言われるのよ。いや本当にそう、終わらせてって思うじゃん。全然私メイク長いから終わらないんだよね。なんか新しい髪の毛のってか、新しい髪型になったから、メイク完成した後に新しい髪型のやつ乗せとくね、一応興味あるかなと思って。はい、ということでメイク完成後がこちらです。はい、皆さん、ここで編集中の私でございます。チャンネルを見てくれる人は多くてね、本当に嬉しいんですけども、まだチャンネル登録してないよっていう方、いっぱいいるよね。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、コメントも、いつももう死ぬほど見てるので、たくさんコメントもしてくれると嬉しいです。いつもコメント書いてくれてる人とか、チャンネル登録してくれてる人はありがとうございます。ということで、メイク完成版がこちらです。どうぞ。ごめんなさい、お家の中で最後撮り忘れてたんですけど、こんな感じになりました。かわいいっしょ、かわいいってコメント書いてね。バイバイ。